皆さんどうもこんにちは、ミントスです。さあ、今回のゲームは、ちょっと怖いゲーム、R50852 は、箱庭というところが作った、妖怪という、少しアートスティックではあるんですが、何かこう不気味な感じが、醸し出してしまうかもしれない。そういったゲームなのかもしれません。このゲームには嫌悪感、不安感、恐怖感を煽る描写が含まれます。気分を害した場合は速やかにプレイを終了してください。皆様、準備はよろしいでしょうか？それでは妖怪の世界へ参ります。一体どういった世界なのでしょうか。ノベルゲームということなので不気味な感じがあるかもしれません。ご注意ください。僕の街は少し奇妙だ。どこがと聞かれても具体的に言うのは難しいが、でも少しずれている。何かの狭間にいるような、どっちつかずの微妙な空気、これが僕の街にはあった。小さい商店街を歩いていると、地面に看板が置かれていた。どうやら個展をやっているらしい。個展というのはイラストレーターかなんかの個人の展覧会みたいなものだ。看板には小さく妖怪二文字で書かれていた。何と読むのだろう。妖怪だろうか。暇を持て余していた僕は建物の中に入ることに。狭い建物を一つの蔵を明かして古典をやっているようだった。わ、なんか絵が怖いね。壁に何点か絵が並んでいる。不気味な絵だった。人物の肌には穴が開き、本来とは違う数の顔のパーツがキャンバス内にひしめいていた。コラージュだろうか。コラージュめっちゃ怖いけどね、こんな。写真を組み合わせたような、それでいて描画もしているようなあまり見ない作風だった。一つの壁に同じ絵が3枚並んでいる。おお、ほんまや、目にくっついてるやん。鼻の横開いてる、怖いな。見られていると思った。とても気持ちが悪い、居心地が悪い。こんなところ1秒でも見たくないと頭では感じている。とに僕はそのままぐるりとフロアを一周する。一周しちゃうの？ここで。ああ、この絵は何を表現しているだろうか。描いた人は精神的におかしいのだろうか。不安定なことは間違いないと思う。現実離れしているのに妙に生々しい。ホラーと言ってしまえばそれまでなのだが、じわじわ気分が悪くなってくる。あ、何これ。え、胴体ないやん。直視する。目をそらす。また覗き見するように絵画に目を戻す。え、手の林。絵画は動き出したりはしない。ぼんやりとした写真のような絵画を眺めながら、絵の中の手がこちらに向かって生えてくるような、そんな薄気味悪い感覚に陥った。頭を振る。そんなものはない、そんなことはない。もう現実かあれか分からなくなってる感じだね、これ。絵の中の首吊りロープが揺れている。揺れているって表現するとあれだよね。
絵に取り込まれてる感じしますね。画面の中でぬるい温度の空気が揺らいでいる。じっとりと汗ばむ。気持ちが悪い。うわあ、これはなんかですね、目がめっちゃ見てくる感じか。これ見られている。目がまばたきを繰り返す。自分の目が動いているからか、絵が動いているかがわからなくなる。足元がふらつく。精神的に不安になりそうね。だ、耳のとこに穴が開いてるとこもなんかだね。ちょっとやらしいね。頭が圧迫されるようだった。肩を、肩とかれた？寒気がして、振り返れば人がいた。驚く。気配がしなかった。夢中になりすぎてたせいで気づかなかっただけだろうか。あの、はい？どの絵を、どの絵か気に入っていただけましたか？僕は、どれだろう？ぐちゃぐちゃの顔の絵より、どちらかっていうと、鼻の絵かな、最初の俺は。そう、ですか。その人は笑ったのか、口を歪めたのかわからない表情で、目が隠れるほど長い前髪の向こうから、じっと僕を見つめた。差し上げます。いやな！全然欲しくない！え？え？今日で最後なので。僕はこんなものいらないと叫び出したかった。けれど、この人が絵を描いた張本人かもしれないと思うと、そんな失礼なことをするのも気が引けた。あれよあれよという間に絵を持たされてしまう。どうしたらいいんだろう。あの、俺、いりませんと言いたくて、口を開ける。その人は僕を眺める。僕ではなく、僕が抱えた絵を見ている。どうして、こういう絵を描こうと思ったんですか？境目が曖昧になる気がしませんか？境目？境界線が曖昧になるんです。生と死の、沈殿炉にそこにいるって知りだなって。え、死んでるのにそこにいる？殺したやつってこと？人間の形をしているのに人間じゃないものっていると思いますか？僕はとうとうその場から逃げ出した。もらった絵をそのまま抱えて、いや捨ててこいよそれは。どうしてだろう、怖いのに。持っていたら絶対良くないものな気がするのに、僕はそれを家に持ち帰った。やばい、この絵によってストーリー変わるやつちゃう、これ。花の絵はそれから壁に飾ってある。なんだかこの絵を見ていると、人物の中から何かが生まれるような気がするのだ。僕は絵画と過ごすうちに、次第に滑り落ちるように、どんどん精神状態がおかしくなっていく感じだ。夜、眠れない。眠っても夢であの古典の風景が蘇るのだ。怖い絵に囲まれる。怖い絵が動き出す。ぐっしょりと汗をかいて、目を覚ます。気持ちが悪い。何もする気が起きない。食欲を湧かない。眠ろう。深く。夢も見ないくらいに。何？入り込んじゃったの？なんで？あれ？気がつくと、僕はあの日の古典のフロアにいた。壁にはもう、恐ろしい絵はない。けれど、壁に亀裂が入っていた。気になる。その向こう側が、暗闇の中で何かがもがいている。
びっしりと生えた目がこちらを見ている。見ている。ああ、怖いのに、恐ろしいのに、僕はその亀裂の中に、腕を、入れたのか？